皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。どうも皆さんこんにちは、滝沢の勝成でございます。本日は、このミキサーを使えるようになっちゃおうみたいな感じの動画の2本目の動画でございまして、1本目の動画ではね、それぞれチャンネルというかトラックというかこの概念とそれぞれのつまみの役割みたいな話をさせていただきました。2本目のこの動画では実際に音を鳴らしながらこんな感じで変わっていくんだよというのをお見せしつつで、なおかつこのヤマハのMG10XU というタクはエフェクターを内蔵しているので、そのエフェクターを、ね、操作しながらこんな感じで音を作っていくんだよ、音を鳴らしていくんだよというのを、ね、参考にしていただけたら嬉しいなという感じです。こうバーッと見てみてね、ああ、なるほどね、なんとなくぼやっと見えてきたぞってなっていただけたら嬉しいです。そんな感じ。今、このタク、ミキサーには今、アダプターだけつないでいる状態なんですけども、ポチッと電源を入れれば、電源が入る状態です。で、音を鳴らす装置として、ちょっとめんどくさいんで、サボって、今回はこれでいきます。パソコンで使ってる、ちっちゃいミニスピーカーって感じなんですけども、めんどくさいんでこれでいかせていただきます。本当は、その、楽器とかさ、マイクとかが あるわけじゃないですか。で、その音をこのミキサーにこうバーッといきますよね。で、そのミキサーでこう、ゴニャ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 して音を作ると。音を鳴らして音を作る装置。で、音を作る装置から、こういうやつ。ダバン。パワーアンプ。作られた音を増幅する装置。増幅する装置。つまり音を大きくする装置が、必要なんです。パワーアンプ。そして最終的に、この増幅された音を、よいしょっといい、鳴らす装置。という感じで、スピーカーがございます。楽器があって、それを入力して、音を作って、音を増幅して、音を鳴らすっていう、この3つのコンボが必要なんですけれども、すごく、接続とかがめんどくさいので、サボってこれでいきます。本当はね、こういうのを使ってね、その音をでかく鳴らさなきゃいけないんですけども、今回はその音をでかく鳴らさないですし、つなげるのがめんどくさいから、これでいきます。そんな感じでございます。それでは、つないでいきましょう。このスピーカーのこのケーブル、覚えてますか？これ。フォンケーブルですね。フォンですね。フォン。を、ブスッと挿して、で、電源を入れていきましょう。電源オン。ドキドキ、ドキドキ。バーン！光りましたね。パワーランプが光りました。これで、電源が入っている状態です。適切なつまみを設定していけば、もうすでに音が鳴る状態って感じですね。で、とりあえずスピーカーの方の音量を上げておいて、マイクを、チャンネル1番に入力してみましょう。こんな感じですね。で、今、マイクが、チャンネル1に入っているので、この縦のライン、この辺をいじれば音が変わっていくっていう感じです。とりあえず今はそのレベルが0になっているので、これをある程度上げておきましょうか。真ん中くらいまで上げておきましょう。で、ゲインも低くしておいて、で、この辺のイコライザーは真ん中に。で、FX、これはエフェクターのことです。とりあえずエフェクターは切っておきましょうか。ゼロにしちゃいましょう。で、パンは真ん中。で、これで音が出てくるはず。本当はね、ここの、ステレオアウト、一番最後のこのアウトのところで音を出す鳴らすんですけども、今回はちょっとフォンに挿しているので、ここで音量を上げていきます。上げてみましょう。音が鳴るかな？音が鳴りました。鳴ったよ、音が。出てきたよ、音が。わー、マイクからの音が増幅されてるよ。半端ないよ。で、この状態からイコライザーをいじっていってみましょうか。ハイを削ると、モコモコします。で、同じように、ローを出すと、もっとモコモコします。すごいモコモコします。スピーカーが悲鳴を上げてますね。ちょっと音が歪んでますね。こんな感じでイコライザーをかけると、こういう音の変化があると。ローとハイを削って、ミッドを旋回とかにしましょうか。そうすると、こんな感じのラジオっぽい音になったりとかします。で、これで、この間言ってたように、1本目の動画で言ってたように、まあ、このマイクの入力はね、割と適正ですけれども、もしこのマイクの入力がすごく低かったりとかしたならば、このゲインをちょっと上げた状態にすれば、ちょっと上げた状態にすると、もうこの辺でもうだいぶいい感じに出てきますね。こんな感じで入力が弱かった場合は、ちっちゃかった場合はゲインの方で調節して、ちょっと適切にコンプレッサーとかもかけてあげたりしつつ、音量を整えてあげて、で、最終的にこのフェーダーで調整をしていくというような流れになります。本当にこんだけ。ちょっと次も行ってみましょうか。で、
じゃあ、あんまりエレキギターを直で突っ込むことはないですけれども、2番にこのエレキギターを突っ込んでみましょうか。エレキギター、これです。入力してみましょう。さっきのマイクと大して変わらないんだけど、やることとしては。ピルコさん、カモン。Yeah。これで、今、ワイヤレスシールドを使っているので、無線で、つながりました。この2チャンネルのここのところですね、ここのところのフェーダーを上げていけば出ました。結構ゲインが上がってるんで、音がすぐ出ますね。これあれなんで、ゲインを下げましょう。もしくは、この入力するものの出力が強すぎる場合、今みたいな感じで、そのね、ちょっと上げるだけですぐ大きい音が出ちゃう場合、こういう時はこのパッドスイッチっていうのを使います。パッド。この入力するところの下に PAD でパッドってあるんですけど、このパッドってスイッチを押すと、とりあえず一旦ガーッと下げた状態で、スタートします。なんで結構ボリュームを上げないと、そうですね、原因を上げてボリュームもそこそこ上げないと、こんな感じの音が出てこないと。で、これでコンプレッサーとかも、ね、適切に上げられれば、わお、ミキサーから。直接エレキギターの音は。こんな感じで鳴らすことに成功いたしました。本当にそんだけです。で、他にもそのマイクとか楽器とかあったならば3チャンネルに突っ込んで、まあ、ゲインとかレベルとか、あとイクワイザーとか設定して音を作っていくっていう感じです。すごいシンプルじゃないですか、そう考えていけば。結構簡単めというか、そんなに難しいところはない感じですよね。で、ちょっとここからややこしいところとしては、エフェクターとかですかね、エフェクター。1本目の動画で紹介していたので、ベリンガーの卓だったらね、そのエフェクターないんで、もうこれで終わりって感じなんですけれども、こっちのヤマハのミキサーには、エフェクトがついているので、ちょっとそのエフェクトも使ってみましょう。エフェクトはさっき言った通り、FX というつまみを調整して音を作っていきます。また1チャンネルに僕らを出しましょう。で、レッツトライ。上げていくと音がまずなる。まずなる。ほっほっ。で、今、これ、エフェクター何もかかってない状態ですね。ちょっと、わざと大げさに、リバーブを強めに返します。この FX というつまみをちょっとずつ上げていくと、カッ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 このリバーブは、ここのトラックのこの FX のところで、そのどのくらいリバーブに、どのくらいこの出力をリバーブかけるかっていうのを決めるわけなんですよ。このチャンネルに流れているこの入力、まあ今の1チャンネルだったらマイクですね。このマイクにどんだけエフェクトをかけるかっていうつまみなんです。これをバーンと上げればたくさんエフェクトがかかるし、ゼロにすればエフェクトは全くかからないしっていう、そんな感じの流れ。で、このエフェクトをかけるかけないの判断はここでいいんですけれども、じゃあそもそもそのエフェクトをどう作っていくのってなると、この辺になるわけなんです。この辺からね、ちょっとだけややこしい。ちょっとだけややこしい。ヤマハのこの卓の場合は、24種類のエフェクトが入っています。ここに書いてあるんですけども、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じで、24番までバーッと書いてあるんですが、この中から好きなエフェクトを選んで、このプログラムというつまみで、チョイスしていきます。これを回すとね、なんか数字が変わったのがありますでしょうか。例えば、その分かりやすい、面白いものだと、オートワウとかいきましょうか。オートワウ21番。チョイスしたらパチッとします。パチッ。そうするとね、点滅から点灯になりましたね。そうすると、これで今エフェクトが、準備万端って感じです。こっちからフィックスを上げて、バッと上げていきましょう。はっはっはっは、ほっほっほ、はっはっは。はい、はい、はっはっはっは、はい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 。あんまり違いわかりませんね。ピッチチェンジ。24番。これは、なんかよくわかんないのが出てきました。なんかよくわかんないのが出てきました。これは何に使うんでしょうか、わかりませんけども。19番、シンフォニック。
シンフォニックというエフェクトが、今 MAX で買ってるんですけども、謎、何も変わらない。22番ラジオボイス。ラジオボイスというエフェクトが、これ今 MAX で買ってるはずなんですけども、何が変わってるのかは全然、わからない。全然わかりませんね。何が違うんでしょう。コーラス。はーよーしょい、あー、わけわんね、のがまた出てきました。まあ、こんな感じで、このエフェクトを、まあ、いつ使うかとか、ちょっと、まあ、さておきとして、で、まあ、こんな感じで、24種類のエフェクトの中から選んで、それぞれチョイスすることができるという感じです。で、基本的に僕はこの、タクの場合は7番の、その、プレートしか使わないんで、いつも基本的に7番で、7番のリバーブを、常に使っているような感じです。で、このプログラムというつまみで、その7番の、エフェクトをチョイスしたならば、このパラメータというつまみで、このエフェクトをかかる量を調整します。これを0の位置にすると、エフェクトは全くかかっない状態です。で、これを10にすると、エフェクトががっつりかかっている状態という感じですね。で、がっつりかかっているエフェクターのところに、どのくらいこのそれぞれのトラックの量をエフェクトに流し込むのかというのを、決めるわけです。鮮度という言い方をしたりするんですけれども、鮮度量を決めると。このトラックの音をどんだけこっちのエフェクターの方に流し込むかをこっちで決めるということです。で、最終的にこの FX リターンというのがあるんですけれども、これもね、たくさん上げると、もっとより深くリバーブがかかる、つまりエフェクトがかかるということになってきます。そんな感じです。そう考えれば別にこれもそんなに難しいわけじゃないと思うんですけども、どうでしょうか？どうでしょうか？全く見えませんでしょうか？で、最終的に、あ、最終的じゃないか。最後に、ここにこの FX On というボタンがあるんですけれども、ここ。これをポチッと切るとエフェクターが切れます。ポチッと入れるとエフェクトが入ります。ポチッと押すとエフェクトが切れます、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 入ります、入ります、入ります、切れ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 ます、入ります、入ります、入ります、切れます、切れます、切れます。こんな感じ。これいつ使うのかっていうと、演奏するときはリバーブ欲しいじゃないですか。演奏するとき、ボーカルとかギターとか、ね、その他の楽器とかにリバーブが欲しいじゃないですか。でも、MC の時に、リバーブがたっぷり含んでると、ちょっと変な感じがしたんですよ。お風呂の中みたいな。今日は皆さん、ありがとうございました。それでは最後の曲、聴いてみましょう、みたいな感じで、このお風呂の中みたいになっちゃうから、エフェクトを切ってあげて、MC を聞き取りやすく、かっこよくしてあげると。で、演奏が始まったら、PA の人はこのボタンをポチッと押して、はぁーってなるわけですね。あれ ?Thank you! Thank you! ってなるわけですね。そんな感じです。どうでしょうか？一応一通り、ヤマハのタクの使い方を今説明させていただきましたけど、なんとなく見えますでしょうか？結構簡単ですよね。シンプルな感じですよね。まあそんな感じで、それぞれトラックのことと、エフェクトのことと、マスターのこと、マスターボリュームのこと、それぞれ気をつけていただければ、まあ、割と普通に誰でも使えるんじゃないかなと思いますので、興味があったら、リハーサルスタジオとかで、チャレンジをしてみてください。しかしまあ、1本目の動画でも言いましたけれども、基本的にこういう機材って安くないので、これは安いですけど、これ2万円とか3万円とかなんで、これは安いですけど、スタジオとかに置いてあるね、でっかいタクとかになって、もう何十万ってしたりとか、ね、するような高級機材だったりとかするんですよ。一応そういうのをね、別にスタジオの人たちは別に使っていいと思っているんですけれども、わけわかんない使い方はされたくねえと思ってるんですよ。まあ、それ高い機材ですからね、そのわけわかんない使い方されて壊されたら、もうたまったもんじゃないと思っているので、わかんないことがあったら、おとなしく店員さんに聞きましょう。で、店員さんに聞いて、あれこれ、これどうするんですかってやり方を教えてもらって、なんとなく仕組みとかが分かってきたりとか、なんとなくそのやっちゃいけないこととかが分かってきたら、それぞれ自分でいじってみるという感じです。そうですね。ちょ最後にじゃあ一つ。これだけはやったらあかんっていうのをご紹介します。これだけはやったらあかんっていうの。まず、電源を入れるときに、必ずボリューム0の状態で電源を入れるということ。これはギターアンプとかでも一緒なんですけど、それぞれのトラック、そしてマスター、フォン、こちらの方を、それぞれ念のため、全部0の状態にして電源を入れるようにしましょう。これなんでかっていうと、上げた状態で電源入れると、急に電気がバーンって入るから、そのボンってでっかい音がしちゃったりするんですよ。で、そのボンっていうでっかい音がしたときに何が悪いかっていうと、スピーカーを痛めちゃうんですよね。スピーカーって普通に消耗品なんで、こうでっかい音とかね、その無理な音とか出させると、ハウリングとか、そういうボンってでっかい音とかさせてしまうと、痛みます。普通に痛むし、で、ゆくゆくは壊れて音が出なくなるんですよ。
そういうのを避けるために、ゼロにして電源をオンと。スピーカー側とかももしボリュームとかあれば必ずゼロの状態にして電源を入れる。で、電源を入れてそのボリュームが上がっている状態で抜き差しをしない。これもまた同じような理由です。このボリュームが上がっている状態でこの、ね、ケーブルとかをそのままバーって抜いたりとかするとバチンとかボーンとかボーンゴーとかっていったりとかするんで、それが痛まる、傷んでしまう原因になっちゃうんですよ。それは絶対に、しない。そして3つ目としてはまあ、似たような感じではあるんですけれども、その無理なイコライジングをしないって感じですね。この辺とかもし分かんなかったら全部12時に入れしておきましょう。変にむちゃむちゃ低音ブーストさせたりとか、変に高音ブーストさせたりとかすると、またこうね、無理なハウリングとか、無理なこう重低音の原因とかになってしまうので、スピーカーを痛めて、しまいます。よくわかんなければ全部12時で、あんまりこう無茶はしないように、してあげると良いかなという感じです。で、ちょっとしたコツなんですけれども、マイクを、挿します。で、じゃあこれちょっと、ね、今からじゃあマイクの音出そうみたいな感じで、マイク挿す。ボリューム0 OK です。で、ゲームをゼロにして、ちょっとずつ上げていきましょう、上げていきましょうって言って。で、この上げていってる時に、ちゃんとね、調整がうまくいってれば途中からその音は出てくるはずなんですよ。調整がうまくいってれば途中からなんか音が出てくるはずなんですけれども、こんな感じで、ちゃんと出てくるはずなんですけれども、なんかやっぱ最初わかんない時って、思い通りにいかない時が多々あると思います。つないで、ボリュームを上げました、ゲインも上げました、コンプレッサーもね、そこそこかけてるはずなんだけど、あれおかしいな、おかしいな、おかしいな、なんでか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 なっていう感じで、こう、つまみを全開にしていくと、底辺の音になります。全開にしすぎないように、気をつけましょう。全開に しすぎないように。これ今、こっち側で今、めちゃめちゃボリューム上げてるんですけれども、音が出ないのはなんでかっていうと、ここがボリューム上がってないからなんです。スピーカーのボリューム上がってないからなんです。ここのボリュームちょっとでも上げた瞬間に、もうすごいでっかい音が今、本当にちょっとだけなんですけど、ちょっとだけ。これを調子に乗ってこうバーッとね盛り上げて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 、でこっちもおかしいのおかしいのおかしいなガーッて上げたりとかするといきなりバーンってでかい音が出てきちゃったりとかするんですよ。そういうのを防ぐためになんかおかしいななんかおかしいなと思ったならばちょっとずついじるということ、ちょっとずつ、あんまり調子に乗ってこうドカ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 やってしまうとすごいめちゃめちゃこう増幅された状態になってしまって、でおかしいなおかしいなおかしいな、それでも増幅されて増幅されて増幅されて、で根本的な原因のところにやっとタッチしました。でこの時におかしいなおかしいなゴッて上げたりとかするとズバボーンっていう感じになっちゃうんで、気をつけましょう。おかしいなと思ったらちょっと冷静にズバババって上げるんじゃなくて、おかしいなと思ったらちょっとあれおかしいなこれこれかなこれかなこれかなって少しずつ少しずつ恐る恐る上げていくっていうことをしてあげると良いかと思います。そんな感じ。それでは、今日のところはそんな感じでしょうか。ミキサーの使い方、なんとなく見えましたでしょうか。スタジオに行ってね、自分でいろいろいじれたりとか、いじれたりとかすると、店員さんとかもね、手も煩わせませんし、時間短縮になったりとかね、リハーサルの時間をたくさん使えたりとかして、いいことがありますので、しっかりと、ポイントを押さえて、壊さないように。ルールを守って、マナーを守って、使えるようにしましょう。それでは今日はそんな感じで終わりにしましょうか。もし分からないところとかがありましたら、コメントの方に書いておいてみてくださいませ。そうすると誰かが答えてくれるかもしれないっていうね、他力本願的な感じでございます。それでは今回は2本立てでミキサーの使い方という話でございました。参考になりましたでしょうか。よかったら、高評価ボタンポチッと押してみてくださいませ。そして私、滝沢勝成、Twitter などをやっております。Twitter、TAKIJAWA、TAKIJAWA、よかったらですね、Twitter の方もフォローしていただきますと幸いでございます。皆様からの感想とかもありましたら、ぜひリプライをしてみてくださいませ。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、パハハイ。